できれば14の曲を演奏していただきたい。そうですね、そうですね。特にあの動画に上げるとかね、生放送しちゃう人はねあんまねこうやめていただきたい。あのそうなるとですよ、我々この機能を封鎖する覚悟があります。おあもうはっきり言いますけど、あのぜひ14の曲をね演奏していただきたい、うん、ね。そうそう、お願いしますよ。でもほらゲームの中で音色が鳴っててなんかうまくやってるなとか一生懸命練習してるなとかいうのは、うん、まあ自由にやってほしいんで、それはね、なんかあいつ聞いたことある曲演奏してたよとか別にそうそう、そういうのはいいから、そういうことじゃない、そういうことじゃないんで、ね。そして次です。次がねまたすごいですよ。システム関連アップデートで次なんだっけ、こちら。あ、これはですね、今までなかなかちょっとあのいろいろ楽器演奏調整というかその何ホーム確認やら何やらを、はい、あと特許とかも含めてやってこなきゃいけなかったんで言えなかったんですけど、はい、今回からですね楽器演奏というシステムが入ります、はい、でこれは、銀融指示のみ、ほう金融指示のみです。リアルで2回言いますが金融指示専用アクションです、はい。ただ金融指示レベル30で開放するようにしてあるので、ここはロールプレイのためにもまずは金融指示をやっていただきたいなと思います。まあそうですよね、能力的には指示ですよね。そうで、あのこれまでやってた方はほぼほぼ猛者取るだろうなんだろうで上げてたりするから、まあここまではやっていただけたらなと。まあ確かに競技の30はこれでまた早いですね。早いですから、はい。そしてまあ専用の1枚、アクション用のウィジェットが増えます、はい。で、そこにもう音階がアクションとして並んでるので、はい、もうシンプルです。それをホットバーに入れて、なるほど、演奏してください。演奏できるんですね。そうです。すごい。まあ、これはもう これから14をそのやっとなんですけど、うん、そういうなんか生活はい、これってコンテンツじゃないから その、はい、そんなものよりコンテンツをって、まあ、お声もあるのかもしれないけど、いろいろ広げ、うん、げる余裕が少しずつ出てきたんで、まあ、少しずつ計画を今いろんなものを進めている中の一つ で、まあ、今回最初は、音色一つなんですけど、うん、アップデートで音色パターンも増やしていきますし、はい、例えばそのリバーブをかけたい、演奏しながらリバーブをかけたいみたいなところはあのグループポーズがそうだったように、はい、少しずつまた機能を拡張していければなと思ってます。すごい。確かにあのより生活してる感を作ったりとかゲーム内コミュニティ活動にはそうですね、もってこいな感じですよね。ただですね、一つお約束していただきたいのがですね、はい、うん、できれば14の曲を演奏していただきたい。そうですね、特にあの動画に上げるとかね、生放送しちゃう人はねあんまねこうやめていただきたい。あのそうなるとですよ、我々この機能を封鎖する覚悟があります。お、まあそうでしょうね。ええ、そうなると封鎖せざるを得なくなりますので、もうはっきり言いますけど、あのぜひ14の曲をね演奏していただきたい、うん、ね。そうそう、お願いしますよ、お願いしますよ。ええ、節度を持って遊びましょう。信じておりますよ、僕は皆さんを、はい、大丈夫です、ええという楽器演奏機能が 4.1 できますので、はい、まあでもね、まあ、うん、まあ個人でね、あんまり大っぴらにバンバン、そうそう、でもほらゲームの中で音色が鳴っててなんかうまくやってるなとか一生懸命練習してるなとかいうのは、うん、まあ自由にやってほしいんで、それはね、なんかあいつ聞いたことある曲演奏してたよとか別にそうそう、そういうのはそういうことじゃない、そういうことじゃないんで、ね、オペラにこう上げたりとかね、そういうのはやめてもらいたいなと。楽しく使いましょう、はい、ということですね。お願いします、はい。あ、そっか、これあれですよね、うん、詩人30っていうヒントを吉田さんにいただいたわけですから、ええ、今詩人上げてない人は上げときゃいいですね、すぐやりたい人は。あ、そうですよ、詩人30まで上げとくとすぐできます、うん、私もすぐやります。はい、はい、ありがとうございました。
はい、よはい、皆さんこんばんは、はい、ということでございまして、第39回ファイナルファンタジー14プロデューサーレターライブのお時間でございます。あー緊張した、皆さんにご挨拶をお願いいたします。では続いて参りましょう、はい、次のブロックこちらです。はい、あ、楽器演奏、楽器演奏 ね、先ほどもちょっとご覧いただきましたが楽器演奏でございます。まずですね、はい、こちらはですね、準備中でございますので少々お待ちください。結構こだわるね。必ずそこなんですかっていう話ですが、よろしいですか。あ、しますします。はい。今こだわりの部分に調整をしております。少々お待ちください。まず最初にですね。あ、まあよろしいですか。はい。じゃあ画面お願いします。はい。まず、まあ、一番最初にちょっとお詫びで申し訳ないんですけど、はい、まあ、実演しておいてなんでなんですけど、すみません、4.15 に延期をさせてください。というのもですね、はい、まあ、今もう実際実装は終わっていて、さっきも見ていただいた通り、うん、音は鳴らせるし、周りの人に対してまあ行くんですけど、はい、調整僕触ってやってた時に、そのこれってちょっと技術的な話をしますね。はい、音を俺が自分のクライアントで鳴らすじゃない、はい、そうするとモルボルのその側に俺が今音、うん、どの音を鳴らしたっていう情報って必ずサーバーを通過して、はい、0.3 秒遅れてそっちへ届くのね。そうですね。でここって通信ラグ、うん、要はモルボルのネットワーク環境に依存するので、はい、俺が正しく一生懸命その聞いていたとしても、うん、パケットをこう順序送ってるんだけど途中にモルボルの環境下にラグがあるとずれるのね。なるほど。でここもまあ味かなと思ってたんだけど、はい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 、ただ そのいろんなことをこう音を混ぜようとかしてった場合に、うん、まあ、今って 0.3 秒で送ってるんで超高速にパケットを送ってるんですけど、うん、はい、どうしても自分が綺麗に演奏してるのに、うん、その綺麗に相手の環境してて聞こえないことがあるっていうのをどうしても直したくて。なるほどなるほど、そっか。じゃあ私がこの パケットの詰まりがよく起こる環境だった場合、うん、私だけ勝手に吉田さん下手だなって思ってるってことですよね。でこれがですね、プログラマーと相談をしたらですね、はい、実装担当者が素晴らしい、思いつきましたというか、ほうほうほう、一定時間で来たパケットを、なんて言うんでしょうね、まとめて、ズレはもう仕方ない、絶対サーバーを通過するんで、はい、俺がリアルタイムに弾いてるやつが即時そっちになるわけじゃないから、うん、 そうね、それはもういい、はい、でパケットをある程度まとめて、うん、その譜面のようにそっちに音を送ることで、あ、なるほど、多少のズレは吸収できるぐらいにはなる、うん、そうっす。なんで1回でその1音ずつ送るんじゃなくて、はいはい、サーバー側である程度その時間軸を見てここで一旦途切れてるなって、でそれを続けてきたやつをまとめて送って、いくつかまとめて送ってっていう、まあなんかライブストリームの配信みたいなことをやることで遅れずにっていうか、スタートの時点は1秒ぐらい遅れて鳴り始めるんだけど、その分パケットを蓄積して鳴らすことで、うん、それがですね、思いのほか気持ちよく作れたので、うん、ちょっとデバッグをしっかりやってですね、あと専用ホットバーをつけて、まあ、出したいっていうので、まあ今とにかくそのロールプレイなんで鳴らせればっていうのはあるんだけど、はい、いや、せっかくだからそこまでやっぱりやって出したいっていうのがあるんで、なるほど、まあ、4.2 まではお待たせしないので、4.15 でちょっとリリースをさせてください。うん、でこの演奏機能を今さっきちょっと鳴らしますけど、はい、残念ながらね、こうスタジオに鳴らないんで、部屋の中鳴らないんですよね。どうでした？これね、あ、BGM にね、そういうことをやろうとする、あ、そうか、別に今できるのか。
それ難しいんだよすごいそしてビジネを切るという所業に出るわけ。そうそう、保険すまんなで、まあこう連打もできるんですけど、うんうん、あのこれって、はい、今一応今回実装されるのってハープなんですけど、はい、で3回、3オクターブ分存在しています、うん、でシャープもあるんですけど、はい、楽器の音色に関しては、はい、パッチで、多分サウンドチームが頑張って笛とかおえっていう顔してるけどサウンドディレクターが、あとまあ新しい仕組みも作るって言ってるんで、で、あのモーションもそれに合わせて、はい、あの充実させていきたい。で今回これその分かりやすくイメージでお話しすると、今グループポーズ機能ってスクリーンショットが撮れて、うん、まあ、それが偉いことになってグループポーズになったじゃない、うん、で今回は そのイメージでいてもらえると嬉しいなと思ってた、はい、音が鳴らせるようになりました、はあ、でこれからいろんな機能を少しずつ足していって最終的には14のこの楽器演奏どうなってんだこれみたいな風になれば、はい、いいなと思ってて、はあ、で1個だけ、お話ししておきますけど、今の現時点で物理的に合奏はできないので、うん、そこはぜひ覚えておいてください、はい、でこれなんでかっていうと、今お話ししたように、うん、俺が音を鳴らしてからモルボルのクライアントに音が鳴るまで絶対 0.3 秒ある、はいはいはい、なのであ、うん、合わせようがない、物理的にオンラインゲームなんで。そうですね、ただお互いそれが分かっていれば第三者に合奏に聞こえるように演奏することはできるはず。ただし自分たちでそれを確認する術がない。 あ確かお互いこうずれますもんね。そう、はあ、なので本当に今はとにかくすごくテクニックがもしかしたらある人がロールプレイでそういうこともやろうとするかなと。なるほど。ただこの先パーティーを組んで合奏モードっていうのに入ったら、はい、さっき言ったそのパケットをまとめるっていう部分を、このパーティーメンバーのパケットは同一、はい、としてまとめる、しかも事前に打ち込んだもので全員で一斉のでその音を鳴らすっていう、なんかこう合奏モードみたいなのを作ってやれるようにはしたい。で今ねマクロはあえて組めないようにしてます、はい、マクロコピペして貼ってさみんな同じ音になるのつまんないんでなるほどね、はい、なるほど。でマクロも今ほら1秒間隔でしかウェイト入れられないでしょ、うん、これね多分 0.5 秒とか 0.3 秒っていうウェイトがないと演奏にならない。演奏にはならない。確かに確かに。で、あのたくさんのマクロがコピペで置かれてしまうよりは、うん、一生懸命練習して、まあそのこのね拙なくてもね演奏できた方が味があっていいかなって、はい、そこの方がロールプレイかなと思っているので、うん、そこはあえてそうしてたりします、うん、申し訳ないちょっと、約1ヶ月ぐらいあのお待たせすることにはなるんですが、うん、4.15 でしっかり整えてリリースしたいと思いますのでよろしくお願いします、はい、なんでね今数字になってるかっていうと、なんでそのパケットのやり取りを全部変えたんで、はい、もうなんかつなぎ直しをしちゃっててアイコンが全然、まあ、全然あのできてんだけどつなげられなくて。なるほどなるほど。なんでちょっと新しい機能に作り直しちゃったのですいません、はい、という状態でした。ちょっと1ヶ月ぐらい、ね、お待たせすることにはなりますが、その分楽しめるようにとは思っています。はい、はい、ではこちらは 4.15 をお待ちください、はい、楽器はよろしいですか。はい大丈夫です、はい、そして続きまして、楽器演奏、アップデート、早速アップデートされます。またですね大幅にここからが本番だっていう、はい、で今日は詳細ってことではないんですが、何が行われるかというと、どうぞ専用 UI が実装されます。専用の楽器演奏用の専用 UI です、はい、あれこれも後半これいくんだよね。これはこのままいきます。これね結構ドギモ抜かれますよ。何やってんだっていうあっていうものを今からご覧いただきます。はい、これです。音鳴らすのは皆さん慣れたと思うんで、
はい、こんな感じです。まあ直感的ですね。キーボードでもこう割り当てられるし、はい、うん、パッドでも割り当てられる、そういうことですね。そういうことですね。だから、まあ、標準だとあのキーボードだろう方は、うん、あの上の方を使って鍵盤っぽいレイアウトに見えるところが、ね、まさに鍵盤っていうところ、まあ、最初ね、ロールプレイ的にここまでいるのかって、うんうんうん、ね、うん、拙く弾くからいいんじゃないかと思ってたんですけど、うん、もうなんかやるからには徹底しましょうよっていう雰囲気があってですね、あのよく今だとこうモーションアニメーション、これ次何、はい、あ大丈夫だね、うん、アニメーションがほらちょっとワイプを入れてもらってよろしいかしら、あのこうなってから音出るじゃない、はい、その、はい、押した瞬間音が鳴るんじゃなくてこう少し引き出しから 0.2 秒かな多分音鳴るまで、はい、なんかまあそういうのもすいません全部再調整されてますんで、あれラグじゃなくてアニメーションに合わせて、ね、音を鳴らすように、ね、はい、してるんですけど、なんかいろいろもう全部調整したんで、これ、今ちょっと質問がなツイッターとかで流れてたんですけど、新専用 UI が入るということは、うん、あのアクションホットバーに突っ込んで演奏しているスタイルはやらなくてよくなる、すいません、あんなにたくさん並べていただいたのにご自分お使いください。では、ね、結果、ホットバーも握手まるっと変えてしまいました、すいません。いやいや、まあすいません、すいませんではありますが、よかったよねっていうことですよね。ええ、ホットバー吐きますだからすいません、吐きます吐きます。でさらにですね、あ、そうですね、はいはい、まだありました、まだあります、その専用 UI の実装に ともに音色の追加が 4.2 これはですね 4.3 からでもいいよって言ったんですけど、はい、やっぱりね、音楽を愛するサウンドディレクター祖健率いるサウンドチーム、いや足しましょう足しましょうよなるほど、これだけ UI 気合い入れて作ってるなら、うん、アニメーションはまだ、はい、弦を弾くやつしかないから、うん、それに合わせたやつ作りますよって言って、はは、なんだろう、楽器2つ分 ?2 楽器4つ4つ4つ ?4 つ追加ですって。そう、弦さんからこういうポーズが。なんかね、覚えようと思ったんですけど、楽器名。よくわかんなかった。はい、なんだろう、こう、うん。はは、なんかすごい、こう、なんか微妙な、あんま俺、わかんねえな、これ。覚えるのに、ね、すぐ諦めてしまう。4つです、4つ増えるそうです。4つ、今プラス4ってことですか、全部で、あ、全部で4になる、あ、じゃあ追加3つ、3つ増えますね、まあすごいな、はい、はいはい、お楽しみください、はいはいはい、あ、まだね、あれですよ、弦楽器の追加ですからね、あ、そう、あの太鼓だの笛だのは、うん、まあもっと先、なるほどなるほど、これからもうアニメーションをねちゃんと作らないとさ、うん、だってこれでさ、まあ、ピンヒャラ鳴ってても変でしょまあそうです、はいはい、はい、ということで4.2 で楽器演奏のを楽しみにしている方はどうぞご期待ください。はい、はいはい、ということで演奏はこのぐらいでして、うんうん、続きまして続いてのブロックはこちらです、どうぞ、うん、楽器演奏、はい、楽器演奏アップデートということで、専用 UI が入ることは、前回お伝えしてスクリーンショットもご覧いただきましたが、うん、今回それを実機でご覧いただこうとね、いうことでございます。あ、これ、はい。あ、はい。そうか、この景色を変える。うん。うん、そうですね。楽器演奏は UI が変わったどころの話じゃないぐらい変わり、うん、音色も増えと。いうことになっておりますが、さあさあ、ゆっくり変わっていく、そうはず、本当だ、でも出箱間なのにリアルだよ、えらいですよ、その変化、ちゃんと変化はパキッとは変わらないもんね。まあ、何をしてるかって言ってるのは天気をいじってたんですけど、雨降ってたんで止ませようとしたんですけど、ゆっくりしか止まないっていうね。そうなんですよ、ちゃんと雨から晴れへ行くところが繊維の部分をちゃんとやるっていう、そのおかげで変わんないじゃないかっつってこう何回もやってしまうっていうそうです、副作用がございました。さて、では
いいですよ。はい、じゃあ実況お願いします。はい、来た。今回ですね、はい、パフォーム思いっきりすみません変わりました。はい。もう学校のパフォームの中に中に音色があります。うん、僕のキャラの腹に触れるな。違う、それは光の影響なだけだ。うん。ちょっとプンスカした感じに、うん、そうぬってなってるほら。でまあこれをですね、はい、まあ、今まであったハープですねこれね、はい、ハープグランドピアノグランドピアノだけど、うん、なんだろうねハープっぽい、そしてスチールギター、マッチカード、なるほど、うん、今回はこの4色3つ増えました。はい、どうぞ。で、うん、腹太鼓かなって考えると、まあこう押します。はい。そうすると、ね、こういう状態になる。はいはいはい。うん。なんなの？専用 UI。ほら、連打対応。ほうほう。オクターブ上げたかったら、そのここのパッド専用でね、はい、上げれるんですよね。なるほど、BGM を切ってほしいというリクエストが世の中から出ております。すみません。気がつきませんね。ズバ、初見ごめんな。あ、で今回ですね、はい、ご要望いただきましたんで、我らがサウンドチーム楽器演奏用のボリュームが追加されました。はは、楽器演奏をまとめてこうで、今これね全員、自分も含めて全員のが下がっちゃうんですけど、うん、どうやらその次のパッチで自分の音は鳴らすけど他人のは切るっていうのが、ボリュームを別々に調整しようとしてるらしいです。それありがたや、ありがたや、ボリュームのラインも増えていきますね。で、まあこんな感じ。はい。うん。聞こえてるよね。なってると思います。だからもうパッドで専用の楽器かのように、うん、そうですね。なるほど。そう、という感じで、まあ本当に専用を作ってしまった、はい、そうです。そうですね、これピッチパッドね。さらに、なんだろう、こう高品質な音楽をね、多分やってくるんじゃないかな皆さんっていう、うん、まあそうですよね、うん、はい。で今、まあこれで大体そのインターフェース周りが一旦まあ落ち着いたかなと思うので、まあ、次やろうとしてるのは、はい、アニメーションをもうちょっとその進化させていく行きたいっていうのと、あとは合奏、はい、合奏モードを作り始めようかなと、はい、合奏モードはパーティーを組んでやってもらう想定で、そのパーティー合奏モードとしてパーティーを組んで合奏モードに入ると、うん、そのメンバーの音は同じパケットとして届けてっていう、うん、そう、こういうところにね謎のオンライン技術を使っていく、はい、いやでもほら大事でしょ、大事大事、遊びね、はい、っていうふうに考えてますんで、まあ、またこの楽器演奏というものもどんどんねアップデートしていこうかなと思ってます。これキーの割り当てとかも変えられるんですよね。そうなんですよ、よく聞いてくださいました。こういうやつですね。はあ、まさに
キーコンフィグ状態ですね。これがですね、はい、通常のバトルの時のカスタムと別に楽器専用の時のキーバインドができるんで普段を気にせず楽器演奏の時だけのモードで設定できるんだそうです。確かにレとかファーとか書いてますもんね。でこれがですね、はい、キーボード操作版もあるっていうね。あ、楽器演奏の時のキーバインドを自分で設定して、うん、キーボードで演奏、うん、鍵盤のようにもできるし、はい、まあ確かにどこを目指してるんだって聞かれると、うん、よくわからないですけど、まあ当座は合奏もできるようになるところを目指して、ね、やっていきたいですね。はい、黒鍵はあれですよ、さっきありましたけど、あのほいここですね、あそうね、半音上げ下げ、そうそう、押しっぱなしにしてれば弾けるから、うん、LR をね、あの使えば、うんうんうん、はい、音押せるシフト押しってやつですね。となっております。となっております、うん、まあ、こちらもですね、パッチ型ありましたら皆さんぜひいっぱい触っていただいて、はいはい、また楽しんでもらえればなと、そうですね、思いますね。さあ大丈夫かな、こんな感じ、はい、楽器演奏に関してはこんな感じでして、はい、では続きまして、うん、次行きましょう。次参りましょう。続いてはこちら、はい、楽器演奏のアップデートです。はい、ですね、今回音色が、そう、素顕ちゃん何個？音色5個。頑張りすぎでは。いっぱい出しますね。5個出すんですよ。5個。しかもなんか笛系なんだよね。なんでこういうモーションが入るよね。はい。でしかもなんか全ての、はい、パッチ 4.1 の時にテスト実装した音色って結構いい音色で実装してて、うん、まあ、でもあのなんだろう、音源のクオリティの高さだと他の音を追加したらパケット、そのデータのやり取りがでかすぎて無理だって下げたんですけど、音質が悪いって今度フィードバックをいただいて、サウンドチーム相当頑張って音質さらに改善しようとしてるみたいみたいよね。なるほど。あとなんか鍵盤がすげえ数になってたんだけど、今回 UI 見たら UI 派あれはね、やりすぎだと思うんだ俺720の解像度だと、はい、画面の端から端まで鍵盤になってた。いやでもね、あんまりやりすぎるとほら僕楽器全然ダメなんだけど、なんか高機能すぎてさ、弾く前から無理ってなっちゃう。ピアニカぐらいがいいんだよ、だからなるほどね。これ以上はね、やんない方がいい、マジで。じゃあ実際いかほどのものなのか。しかもさ、キーボードそんなにねえだろって、はい、ん、あ、確かにね、キーボード側が、まあこう、何段かに分けてこう、それ横にした意味ないじゃん、鍵盤確かにね。じゃあどんなになったかは、じゃあ次回実機でぜひ、まあね、見せてください。そうですね、はいはい、ということで、 あとなんか、はい、押し入ってる間音が鳴り続けて、だんだん減衰して消えていくって仕様が入るそうなので、押してポンってなって終わりじゃなくて、はい、押してる限りしばらく鳴り続けて減衰して消えていくっていうのが入るそうです。はあ、いろんな演奏ができるようになりますね。ご期待ください、はい。続いてこちらです。続いてまいりましょう。次の項目はこちらです。どうぞ。その他のアップデートということで、はい、まずは何から参りましょうか。楽器がいい、うん、そうですね、まあ楽器も出てたからそうね、ああもうちょっと、はい、詩人になっていただいてと、はい、いいですよ、はい、じゃあ PC お願いします。楽器演奏のアップデートをご紹介いたします。なんかちょっと音点でやだな、はい、すっきり貼りました、はい、いいね、惜しいね、この機能
これでですね、はい、今回大きく、はい、まあ、まず楽器が増えましたっていう、はい、おお新しい、はいはい、おお増えました、うん、さらにですね、はい、まあまあパッドのモードの場合、はい、どうでしょう、うん、こう、まあ今までこうだったし、はいはいはい、これね、すべての音階を表示して操作を割り当てるってなるとね、こうなるんですよ。なんだろうな。あは、三オクターブ分かな。俺はすげえ。まあ前にもちょっと言いましたけど、はい、キーボードってですね、はい、こんなに横にないんですよ。ボタン。そうです。あ、そうです、ね。うん、確かに。ええ。ごもっともです。そうなんですよ。もはや何のゲームかわからない。このぐらいにしとけっていう話を、はい、しました。はい、今回ですね。はい、まあ。フルート、うん、オーボエ、オーボエ、クラリネット、ピッコロ、うん、パンパイプと、ほう、5種類に5種類、そうですね、はい、増えておると、笛系、クラリネット、連打か、そっか、そうですよね、連打もしやすくなるんですよね、うんうん、これはね、また演奏の幅が大きく広がったと思いますよ。みんなうまいもんな、うん、本当に皆さんお上手、うん、ちょくちょく僕も公開で皆さん演奏してるの聞いてるけど、はい、多分今同じコメントを見たと思います、クラリネットを横持ちする超人っていうそうですね、さすが光の戦士、何でも可能ですよ。で今回あのサウンドディレクター素研こだわりでですね、はい、うん、音が悪いって言われたやつを音良くしたらしい、うん、僕の耳にはよくわからないが、じゃあこれまでの楽器も音質が向上しておるということですね、はい、だそうです。極限データサイズの限界に挑戦してたらしいですね素晴らしい、皆さんの素敵な演奏をまた楽しみにしております。次はですね、はい、太鼓に挑戦しようとしております。それはすごい。先日太鼓のモーションについて私確認を、そうか、またそうですね、モーションとセットですね。そうなんです、太鼓はどうしましょうっていうのがあって、あ、なんかみんなで並んでいずれね合奏モードを作った時に楽団っぽくなるようにっていうのも含めて、うんうん、ちょっと今までとは違った、はい、そのそれ見たもんこんな感じ。あ、見てない、まだあのしておいたんで、うんうんうん、まあ、次は打楽器に行く模様ですなるほど、はい、期待です、はい、じゃあ楽器はこんなとこでよろしいですかね、うんうん、はい、さらにですね、はい、今回、はい、これは何だろう、まあ、長年というか、うん、いろいろやってきた成果ではあるんですけど、ええ、どこでお見せするのがいいかなできるだけ鮮やかなところの方が薄いのかな。ほうほう、少々お待ちして、チームに行くから移動しておきます。はい、時間と天候も調整するのでちょっと待ちくださいね、うん、はい、あ、楽器長押し対応もそうだ、入りましたね。あ、それは鳴らしといた方がいいですね。すいません、サウンドディレクターかな、なんで言わねえんだろう。ですね、はい、はい、どうぞ。これは板でやっちゃって大丈夫？上がいい。長押し
長押しです。はい、長押ししております。はははBGM 切れよって言われたよ。すいません、すいません、すいません。BGM 切ってやれよって言われた。もう、まだ。はいはい。この後見せようと思ってたやつ見えちゃった。まあまあまあ、順番に来ますから皆さんご安心ください。あ、ソゲンさんから OK 出ましたよ。何が？今ので OK だと。長押し。あ、長押しは OK。BGM、はい、切ってやれよって言われたんだけど、いい切れない。大丈夫です。切れなくていいです。はい。まあ、というわけで、はいはい、長押し対応が入ってるんですね、はい、ほんで大丈夫ですね。はい、大丈夫です。肺活量すごいと、まあこんな感じの中でですね、うん、はい、今回今、時刻と天候を調整しております。あれ、こっちもしかしてゼロの方がいいの？すごい勢いで雲が引けていってる、天候変化が起こっております。何かというとですね、はい、アクセシビリティという項目がございまして、うんうんうん、システムコンフィグ、はい、先ほどの、はい、ありがとうございます。そしてさらにですね、楽器演奏にもアップデートが入ります。お待たせしました、合奏モードというのが実装になります。はい、何かというと、合奏するメンバーでパーティーを組んでもらって、そうすることによってそのパーティーの音っていうのを1回サーバーで綺麗にまとめて演奏するように。でこれただそんなんできるんですか？すごいテクニック、逆で演奏する人側にテクニックが結構必要なんですよ。あ、なるほどなるほど、演奏側が頑張らないと。ここちょっと遅延がある中で、きっとサーバーではタイミング合わせてくれてるはずっていうあ、なのでちょっと練習が必要だと思うんですけど、なるほどなるほど、ぜひみんなでいろんな楽器を使ってですね、いろんな演奏をやってもらえるといいかなと思います。これは楽しみで、さらにですね、音色、いよいよラッパが追加されます。おー、はい。さらにですね、楽器演奏するの苦手なんだよなという方のためにですね、入門編をご用意いたしました。なるほど。それがですね、こちらです。どうぞ。あー、ちょっとなんとなく分かりますね。これが何かというとご紹介しましょう。どうぞ。はい。まずですね、パッド操作ヘルプというのが出てですね、うん、次にどのボタンを押せばいいか光るので、とりあえずそれを押してりゃそれっぽく弾けますよと。楽器屋さんの店頭に飾ってあるキーボードみたいなやつですね。あ、そうです、そうです。光る順番に押してありますよね。ありますね。エレクトーンとかでこう次にこう演奏するキーが光るみたいなやつ、あれです。で、さらにテンポガイドがあります。なるほどなるほど。この通りにその光ったキーを押せば、それっぽく弾けますよ。なるほどなるほど。はい。で、さらにメトロノームが追加されますのであ、リズム感あまりないんだよなという方はですね、このメトロノームに合わせて弾いていただければ、はい、良いかなと。うんうん。そして、ますますファイナルファンタジー14何のゲームだか分からなくなってきております。はい。このまま音ゲーとしても進化していくんじゃないかと、というわけで、結構な、機能が追加となります。はい。さらにですね、ちょっとゲーム外なんですけど、はい、次どうぞ。新生からずっと使ってきたこちらランチャーが、大きくリニューアルされます。なるほど。では続いてまいりましょう。はい、演奏機能のアップデートです。はい。よくわからない方向へテクノロジーを使っているやつですね。先日開発ブログの方で紹介しておりますね。はい。あれであんなに詳しい、ね、サーバーとの通信の仕様を説明するゲームを初めて見たよね僕は。そうですね、あれあの開発ブログ非常にわかりやすいので、はい、ぜひこのガスアシストモードの仕組みを理解して使っていただけると助かります。はい、はい。そして
ランチャーもこのタイミングでアップデートする、変わります、ということになります。続いてどうぞ。Thank you.